皆さんこんにちは、まゆです。今年の梅雨はなんだか雨が少ない、そんな気がします。気のせいかな。ところどころに咲いているアジサイを見ると干からびそうで、ついお水をねあげたくなってしまいます。なので時々降る雨にホッとしています。この時期のアジサイとっても綺麗ですよね。アジサイといえば鎌倉だよね。長谷寺にね、見に行きたいんだけどね、今月中に行ければ行きたいと思ってます。アジサイが終わると今度はハスの花が咲くんですよ。実は7月上旬か中旬ぐらいに行くと運が良ければどっちも見れたりするのでね、まだ見に行ってないっていう人はぜひ参考までに。ということで今日は真実を見る目についてお話をしたいと思います。残念なことに人生をこじらせている人は真実を見る目が開いていません。私もそうだったからすごくわかります。仕事場なんかでは特に、思ってもいないのにありがとうございますと言ったり、悪くないのに申し訳ございませんと言わなきゃいけなかったり、できないのにできます、やりますと言ったり、建前が先で自分の思いは二の次だったんですね。社会に出てそういう場に長くいればいるほど嘘が当たり前になり、嘘をつかなければ社会人として成り立たない。本音は友達や家族にも話せないなんて人もいるんじゃないでしょうか。一人で抱え込み、見て見ぬふりをして違うことで発散をしてみたり、誰かに八つ当たりして自分で自分の感情をコントロールできなくなってしまったり、どうしたらそんな中で真実を見る目を開くことができるのか、皆さんはわかりますか？とっても簡単なことなんです。それは自分に嘘をつかないこと。これが答えです。実はさ、スピリチュアルとかの話をしようとすると、答えはもっと難しいものと考えている人が多くいる気がしますが、とってもシンプルなことだとマユは思っています。本当はこうしたかった、本当はこうしたくなかった、本当はこうしてもらいたかった、本当はこう言いたかった、本当はここに行きたかった。その真実に嘘をつかないことです。泣きたい時は泣けばいいし、怒りたい時は怒っていいし、何もしたくない時は何もしなくていいのです。それがあなたの真実だから。それをなかったことかのように蓋をすることで真実というものも見えなくなっていきます。消えていきます。自分の真実を見ずに人の真実を見ることはできません。まずは自分の真実に正直であること、蓋をしないこと、目を背けないこと、その瞬間から真実を見る目は開いていきます。ノートに書き出してみたり、こうして音声録音してみたり、自分を動画で撮ってみてください。自分の思いや声、表情を自分で感じてみてください。どれだけ自分の真実に正直であるかがわかります。真実を見る目というのは簡単に開いていきます。
いつだって答えは自分の中にあるからです。一人一人が真実に正直であれば、誰も人の真実を否定することはありません。とっても難しく考えていたことがシンプルなものに変わった瞬間、全く新しい世界が見えるからです。自分に優しく、自分に正直に、本日も素敵な一日をお過ごしください。質問や分かりにくいところがあれば、ぜひお気軽にコメントくださいね。はい、というわけで曲紹介の方に行きたいと思います。今日はゴメスのライフ。初めて聞いたのは YouTube で、なんかのミックスリストに入っていて流れてきたのがこの曲でした。はっきり言って曲のテーマはものすごく重いです。ただこんなにもまっすぐな生き物がいるんだって驚いて、彼のリリックをね、聞き入ってしまって、曲が終わる頃には大号泣していました。正直であることは綺麗事なんかじゃなくって、苦しいことだって苦しいと認めることが苦しかったりするんだよね。病気を病気と認めることだったり、障害を障害なんだって認めることだったりね。それをこんなにもありのまま表現していて、嘘がないまっすぐな彼の生き様に感動とリスペクトの気持ちが涙とともに溢れました。賛否両論あるかもしれませんが、マユにとってすごく感情を揺さぶられた一曲ですね。どこを切り取ってもリアルな素敵な曲になっています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。